私、あの頃の私、心配しなくていいよ。すぐ見つかるから。私にもできることが、夢中になれることが、大切な、大切な、大切な場所が。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パナヒラです。ということで今回は COD のバトロワしながら軽音について語ってみた。その前にね、コメントを紹介させてください。サトックスさんからコメントいただきました。ありがとうございます。なんかすごい助かる、ファンになってしまいそう、ということでぜひぜひファンになってください。もう今からでも押してくだされば子さんだよ、ということでね、パンダを押すチャンスはいつでもあるから、いつでも気軽に押してね、ということで待ってますよ。そしてクルスクさん、いつもコメントありがとうございます。ありがとう。コメントの前にですね、ライブ配信に見に来てくれてたんですね。パンダの YouTube ライブもね、あの毎週土日どちらかにねちゃんと配信してますのでね、見に来てくださると嬉しいです。ということで、ライブ楽しかったですって感想いただきました。ありがとうございます。楽しんでもらえて何よりでございます。めちゃ進んでる、あとやねえか、ということでね、意外とマイクラの工程進んでるんですけど、なんとあの動画パート2があったんですね。はい、ということでちょっとまあまあまあまだ続きそうですよっていうことだけお伝えしておきます。はい。いつもコメントありがとうございます。はい、今回軽音について話していきたいと思うんですけども、まずこれ4コマ漫画が原作なんですよ。パンダそこ驚いて、え、4コマ漫画からこんな素敵なアニメ作れるのと思って衝撃を受けました。ちなみにコミックスは全部で4巻出てて、番外編の2巻を合わせると6巻みたいですね。登場人物はゆいちゃん、みおちゃん、りつちゃん、むぎちゃん、あずさちゃんと5人でございます。シニアアニメの流行りを作ったアニメっていうことで、だいぶ人気な作品だと思うんですけども、どういうストーリーなのよっていうことで、廃部寸前の軽音部に入学した高校1年生の4人、あずさちゃんだけ後輩なんですね、みんなの。高一の春にひょんなことから廃部寸前の軽音部にゆいちゃんは入部することになりました。で、楽器初心者なので何も聞けずに、え、カスタネットでもよくないみたいな、こう天真爛漫なね、もう本当にふんわり天然ちゃんなんですよ。が入部決定しまして、活発で明るいりつちゃんと美人で極度の恥ずかしがり屋のみおちゃん、お嬢様育ちでおっとりしたむぎちゃんの3人と出会います。で、その4人で活動することになります。で、練習、バンドの練習をねしながらも、活動の一環として部室でねおしゃべりしながらお茶をするゆるい感じのね日常を毎日送っておりました。で、他にも合宿だったり学園祭だったりクリスマスっていう、まあそういったイベントごとをねみんなで過ごしていく中で、絆がどんどん深まっていくよーということで、で、次の年の新入生歓迎ライブをきっかけに新入部員のあずさちゃんが入りましたと。で、もともとギターの経験があって真面目だから、もう軽音部の緩い雰囲気に最初は、え、練習しないんですかってこう戸惑いながらも、徐々にねみんなに馴染んでいくよというところで、放課後ティータイムっていうバンド名がつきまして、学園祭のライブで大成功を収めました。で、この名前を決まる瞬間とかの様子だったりとか、沢ちゃん先生がもういい貸しなさいって書いた名前が放課後ティータイムで、え、いいじゃんってみんなそれぞれ自分の案が持ってたのに、それで決定しちゃってっていう感じで、本当になんかバンド練習を軽音部は毎日してるんだろうなっていうイメージだったから、あ、もうおしゃべりメインなんだねみたいな感じのゆるい雰囲気のアニメで見やすかった。やっぱ日常系アニメってもう特にキララ系統はそうだけど、見やすいんだよね。とにかく日常で何がこう大きなことが起こるわけでもないんだけど、とにかく見ちゃう。あ、気づいたら10話だとかっていう、もう魔法のようなね時の過ぎ方が
するので、本当にキララ作品は不思議だな、まあ、そこが魅力だなって思ってるんですけども、でその中でキララ系でかつ軽音部っていうね楽器やバンドって出てきて、まさかこれはキララケイトに属せるのなんて思ってたんですけど、見始めたら、わ普通にキララケイトや、これはもうほのぼの系がもう完璧すぎるみたいなね、まあ、特にこうスポコンみたいな感じでここの目標のために全員で突っ走るっていうわけではなくて、もう女子高生のみんなのねもう何気ないゆるふわな生活を描いていて、もうなんか青春だなって、私こういう青春送りたかったなって思うような作品なんですね。本当にキラキラ見えるのよ。なんかもう普通に普段放課後みんなで集まってお茶して、もうたわいないことを話して、よし練習するかって練習して、学園祭でじゃあ披露しますドンって出た時に見違えたようにかっこよくなるんですよ、この5人が。ただね、その一人だけ後輩のあずさちゃんが、まあ、今後の学園生活で一人残ってしまって、新入部員が誰も入らないまま次の年を迎えることになってしまうということがあって寂しさを感じちゃったりとか、だんだんみんなが卒業近づくにつれて、あーこの時間も終わってしまうのかっていうところのね繊細な感情とかを、やっぱ京アニさんはすごいんですよね。もう目線、仕草、服のね、流れ方だったりスカートとかもね、まあ、やっぱ衣装とかもちょこちょこ出てくるのよ。あの沢ちゃん先生がこうコスプレみたいな衣装を着させるのが好きで、そういう服作るのができてっていう、なんか天才的なね先生が、顧問の先生がいらっしゃるんだけど、そういう先生のねこう衣装とかもちゃんとできてて、京アニさんのその描き方はやっぱり天才だなと思って見てましたね。なんか思春期の女の子の様子を描いてる、もうなんて言うんだろう、胸に秘めた感情っていうのもちゃんと繊細に描いてる気がして、私はやっぱそこが一番の魅力かなと思いましたね。青春友情の作品で、とにかくやっぱもう自分の学生時代を思い出すような綺麗な作品でした。で主人公のゆいちゃんはなんかカレー音楽っていうのを最初思ってて、軽音部をカスタネットとかの簡単な音楽をする部活動と勘違いして別室に入るんだけど、結局こうギター担当になりまして、ボーカルもねやって、もうギター大好きすぎてギータって名付けて添い寝するぐらい大好きで、みたいな。チューニングも耳だけで行う天才なんだけど、まあ、天然な性格ゆえ、みんながこうグワッてこうちょっと暗いというかピンと張り詰めた空気の時に、っていうその自分の天然な性格の一つで周りの雰囲気を一気に変えるっていう、もう魅力的な女の子ですね。でみおちゃんはクールビューティーという感じでね、幼馴染のリチちゃんに誘われて入部したんだけど、ベースとボーカルを担当してて作詞も行ってるんだよね。で成績優秀だし、プロポーションいいから、もうファンクラブがあるぐらい人気なんだけど、本人はすごい人見知りで恥ずかしがり屋だから、そこがもうまた可愛いんですよ。もうキュンキュンしちゃいますと。でリスちゃんは部長一を務めてます。で初めから軽音部に入部するっていうことを固くなに決めて、決心のもと入ったドラム担当です。はい。で細かい楽器が苦手っていうからドラムを選んだぐらい大雑把な性格なんだけど、社交的でもう部内のねムードメーカーで、もうリスちゃんが元気ないとみんなもちょっと元気ないというか、そういうぐらいもう本当に部内のムードは全部リツちゃんがいるからこそのゆるふわなのかなんていうぐらい素敵な雰囲気を醸し出してくれます。で合唱部に入るつもりで訪れた軽音部で、リツちゃんたちに勧誘されて入部決意をした麦ちゃんがいます。麦ちゃんの担当はキーボードで作曲も行ってます。4歳からピアノ当てたりしてかなりのお嬢様だから、いつも合宿をするときは麦ちゃんの家が所有する別荘とかで行ったりして行うぐらいで、あのお茶を入れるのが得意で、あの放課後のみんなのお茶はね絶対麦ちゃんが用意してくれて、お菓子も基本的に麦ちゃんが用意してくれたのをみんなが食べたりするっていう。私は麦ちゃんが一番好きで、あのおっとりしてて、なんかそのなんかふんわりした感じがもう女の子っぽくて惚れてしまいました。もう一番好きですねで新入生歓迎ライブ、あの4人だった頃
を見てあずすちゃんが入部します。あずにゃんって呼ばれていて、リズムギターが担当ですね。で、両親の影響でギター学んでたおかげで、まあ元からギターの経験者として入部するんですけども、真面目ちゃんで数ツンデレなところがやっぱあずにゃんの魅力だなと思って、私はね結構好きですね。あと竹達さんがねもう声を当ててるっていうことで、もうツンデレでかつねツインテールでってきたらもうさ王道じゃないですか、竹達さんの。もうそんなところでここで定着したのかななんて私は思ってますけど、どうなんでしょうかね。でも面白いのがこの喜怒哀楽が全部ね詰まってるんですよ。どこにも全部のストーリーにちゃんと喜怒哀楽があって、だから感動するところもあるし、そのゆるふわな日常と対反してライブの時にかっこよくなったりっていうね、いろんなみんなの変化の表情が飽きないので本当に見ていて楽しいです。他にも主人公のゆいちゃんの妹のういちゃんだったり、のどかちゃんっていうね生徒会長のゆいのね幼馴染の子が出てきたりとか、みんな女の子ばっかり出てくるアニメなんですけども、私はもうこんな神アニメを見逃していたのかと後悔するほどの作品でございます。ドンキソレイジーはマジで神曲だし、私ふわふわタイマーこの2曲だけ唯一知ってたんですよ、見る前から。だから出てきた瞬間にふわーってなって、あとご飯はおかずとかもこれ見て好きになりました。1,2,3,4,5,6のところがねもうふわーっていう感じで、もう最高最高と思ってずっとノリノリで、もう今1週間もかからずね全部見れたんじゃないかなと思ってるんですけど、ぐらいもうハマってドバーって見ちゃったし、何より主題歌も最高だし、いやーこんなに魅力的なアニメ久々にあったなと思って。でしかもこのキャラクターに合った歌詞とか、ふわふわタイムの歌詞とかよく見ると、あこれが歌詞なんだって思うぐらいのなんかこう感じなんだけど、それをちゃんと担当声優さんが歌い上げたっていうことに大きなインパクトがあったみたいで、アニメーションの動きと音楽がぴったりっていうところの細かい作り込みはやっぱ京アニさんのさすがのね腕前というところでしょうか。もう永遠に放課後っていうぐらい、もう青春の1ページが永遠に続くような作品で、本当にもうずっと何回でも見れるなっていうアニメだなって思います。絵を見たら生きてるだけですごくないみたいな、なんかそういう感じ方にさせてくれたアニメで、暗い気持ちを明るくさせてくれる、なんかもう小さな幸せを見つけさせてくれるアニメっていうのかなな感じがしていて、本当に心から見て温まるようなね作品かなと思います。うん、なんでこう女の子系が好きで、かつ音楽とかバンド系好きな子がいたらぜひおすすめしたいなと思いますし、最近なんか面白いことないなんて、なんかアニメ面白いないってなった時に絶対に系を真似進めようと思いました。まあちょっとねアニメの初心者の方からしたらワンクールじゃなくて、まあだいたい27話14話なので30話近く40話近くかな見ることになっちゃうので、負担はちょっと大きいかなとは思うんですけども、1話もね逃すことなく番外編までちゃんとしっかり見てねいただきたいです。で劇場版なんですけど、おそらく2期の最後でパスポート取ったとこはどうやって生かされるんやって私は思ってたんですけど、それが劇場版につながるってことだったんですね。このアニメも2期まで見た瞬間にねもう本当に涙がボロボロ溢れてくるぐらい感動したし、最高のアニメだなって思えたから、進めてくれてありがとうしかも本当にないです。まあその私のリア友以外にも普通にこうリスナーのね皆さんからもおすすめされてた作品の一つだったので知ることができてよかったし、もっと早く知ってね当時そのブームが起きてた頃に私も生きていたかったっていうところもあるんですけど、まあそれを悔いても仕方がないのでね、今後その軽音のグッズとかミスに積極的に買えればいいなと思いながら、はい、素敵な作品に出会うことができて幸せでございます。本当にありがとうございました。ということでここまでご視聴くださりありがとうございました。この動画良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にもおすすめのアニメだったりね、バトルフォー中のアドバイスなどもねぜひお待ちしております。パンダにご興味はあった方ですね、
今あの X と TikTok もやってますので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いします。ほぼ毎日ハクナの方で配信してまして、こちらでは雑談をメインにしたりしてます。ぜひね、話したい方遊びに来てみてください。スプーンもねやっておりまして、こちら不定期配信なんですけども、アニメ専門としてね、アニメのお話だけずっと、してるような感じです。私の好きなことをメインに話す企画になってますので、ぜひこちらもね、ハクナとね、そのスプーン専用のアカウントありますので、概要欄の方から飛んでいただければと思います。毎日のスケジュール貼ってますので、そちらでチェックしてみてくださいと。毎週土日にね、どちらか YouTube ライブやるようにしてます。で、 YouTube ライブの方で、COD だったりいろんなゲームをねやって、皆さんとね親睦を深めていければなと思ってますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。では次の動画でバイバーイ。